まあ、長野市議会議員選挙が、ね、近づいてきております。9月17日投開票日でございます。どうか皆さん投票に行っていただきたい。これポイントで、ね、必ず最近街頭演説の時には皆様にお願いするようにしています。9月17日長野市議会議員選挙投票日です。投票にぜひぜひ行っていただきたい。で、今までね、長野市議会議員選挙ここ何回か見てますと、もう着実に右肩下がりで投票率が下がってきているのは皆さんご存知の通りです。で、今回の市議会議員選挙も投票率下がるんじゃないか、もう4割切っちゃうんじゃないかっていう心配がささやかれております。だけどね、皆さんに投票率上げる勢いで投票に行っていただきたい。小泉一馬からお願いさせていただきたいんです。やはりね、荻原健司長野市長にプレッシャーをかけるような選挙にしていく必要があると小泉一馬は考えています。投票率が下がった、市民の政治的関心は低いんだよね。青木島遊園地廃止でいくらおかしなことをやっても一時的には市民は批判するけれどもすぐ忘れる。また荻原健司好き放題できる、市民の声は聞かなくて自分のやりたい放題の長野市政できる、そういうふうに思わせてはいけない。小泉一馬から重ねて投票にだけは行っていただきたい。長野市議会議員選挙は9月17日です。ご案内させていただきます。小泉に入れろって言ってるわけじゃない、必ず投票に行っていただきたい、棄権しないでいただきたいと小泉一馬は申し上げています。荻原健司長野市長に市民は政治的関心が高いんだよ、荻原健司のことちゃんと見ているぞ、青木島遊園地のことを忘れていないんだぞということ、そういうことを示す長野市議会議員選挙投票率にしていっていただきたい。